1年使ってないよな。使ってないことない。足何入れたんですか。今これはイリアルから ACC 予備でボルドの持ってる。現行のボルドのタイプのやつ持ってる。イリアルが野球取る前から調子悪くてずっと結構壊れやすいっていう話。イリアルはねダメで結局鉄のバックがもうダメで、はい、新品に変えて1年半しかなかった。ああそうで、もう急遽やべえどうしようかなってヤホームで見てたらもう ACC 出てんじゃん、もうダメだもう ACC を落とそう。あのモデルはね、初期モデルの旧式のやつなんですけど、はい、あの減衰力4台しかついてない、ね、今32だったから。なんかあ、新しいやつは、うん、乗った感じはどうですか。違いますね。イディアルよりこっちの方が具合いい。具合がいい。ね、硬い。硬い。ギア3面ちょっと真っ黒にしてる。8パーを重ねて張りしてやって、まあ、二重張りしてある。あ、真っ黒っすね。もうホイールもこの仕様でいく感じですね。一応あるんですけど、まあ通勤車なんで。ああ、じゃあ本当ですね。見た感じが本当。普通っぽいという。そんなもんすか。あ、そうかな。ダウンサスで18インチ入ってゼロゼロのハンコミド入ってるのかなーで俺。ヘッドライトピカピカ。綺麗なやつ見ると。まあ、透明度が高いですよね。だから明るいですよね。ああ。ああ、2色切り替えの。これも下も IPM。あ、これビデオ再生もできる。もうね、17はね、クラウンらしいね、豪華なね。そうっすね。イデルはもう本当ふにゃんふにゃんだった。こんな硬さ、硬くなかったから。高速はやっぱ、減衰4段中の前後3にしてあるんですけど、うん、初期モデルなんで4段しかないから、うん、細かな調整ができないんですよ。あんまり4にしちゃうと、今度硬す、抜けやすくなっちゃうから、だから変にね、減衰マックスにしちゃっても、うん、まあ、ちょい固めぐらいの3だね。高距離まだ8万9000。そうです。いやー、いいっすね。この質感がね、今ないっすよね、このこういう。そうこれはいいな。燃費はどのぐらいですか、2.5 だと。今日ここに来るので、まあ飛ばしたりとかしても10、このレーダーのやつで 11.9、 約12。こうやったら快適ですね、本当に。そうですよ ね、ゆったり来ても。あとはもうほんとモール関係新品に買いたいとか。あ、17だとモール関係出るんですか。まだ出ますね。あ、結構出るんですね。ドアモール関係は全部出るんで。あ、これだったら本当にあれですね、普段乗りバッチリ、バッチリです。快適。そうです。何の癖もない。やっぱりあのショックの付け根のロアの、うん、ショックのボルトのところがピロになってるんで、やっぱ、はい、カチャカチャっていう音はうるさいですけど。あ、まあ多少はね。まあピロはしょうがないですよね。しょうがないですよね。
Thank you.